大谷翔平をちょっとまあデーブなりにその紐解いてほしい。俺レントゲン見たいなと思って。レントゲン大谷選手の骨盤の入り方を、あ、見たいと。あ、今打率が全然3割打者が日本いないじゃないですか、ね、これってまあデーブも3割打者がいっぱいいた時代も知ってて、やトレーニングコーチも、あ、いやバッティングコーチも経験して、今の現状何ですか。あの今年開幕して、はい、まずこう話題になっちゃったのがボールが飛ばないっていうのが話題になったんですよ、うん、ボールがあまりにも飛ばない、はい、っていうんで、まあライオンズの中村と栗山と電話して聞いたんですよ、うん、あ、まあそうだね、ちょうど一緒に教え子だからね、まあうん、でもホームランバッターだし、うん、2000本打ってるアメリカヒッターだし、うん、だ中村曰く、まあ、とにかくピッチャーが良くなってる、ああピッチャーがいいんですって、うん、でやっぱじゃあ交流戦なんかで稼ぐようだなみたいな話になったら、うん、背もいいんですよ、今良くなってる、球強くなってると、うん、で栗山に聞いたらまだ打席で芯に当たってるないから分かんないんですよ。さあそのうちファンも言ったさ、いや栗山を落ちに使えるのはデーブぐらいしかいない。まあまあでも実際でも俺ねこの論争で飛ばなくなったとか言って何もあの水の車にメリットないんですよ。そうですね、飛ばなくなるボールを使える理由はないわけないですよね。ホームランが出過ぎたわけでもないし、そうですね、3割バッターがめちゃくちゃ量産したわけでもピッチャーが悲鳴を上げてるわけでも何でもないわけですよ。僕の思うこと言っていいですか、うん、はい、もうどんどん言ってください。去年ユニフォームを着た自分から言わせてもらうと、うん、各球団スコアラーがデータを出して物を言い過ぎです、うん、ジャイアンツがとかじゃなくて、うん、僕らの時代まっすぐカーブシュートスライダーフォーク、これ牧さんの球種じゃないですか、うん、5本で済んだっす。カーブがあったんだよね、まっすぐカーブシュートスライダーフォーク、ああそうかそうか、ね、うん、でも今これにカット、はい、カットが、まあ、カットですよね、うん、で、まあ、ツーシーム、ツーシーム、うん、なんならまっすぐなのワンシーム、うん、でスピリットみたいな、まあ、スピリットはもうお酒みたいなんだけど、スプリット、まあまあスプリット、スプリット、まあまあまあいろいろ、そのぐらい多くなっちゃう情報を、うん、ちょっと耳に入れすぎるんですよ、はい、あ各球団なるほど。で今回楽天が、交流戦勝ったのは並木という、今現状12球団いるスコアラーは僕の中ではジャイアンツの志田か、うん、楽天の並木なんですよ、このスーパースコアラーと言えるのは、はいはい、で志田も面白いことを言う、何って言ったらスコアラーというものはドリップコーヒーと一緒だと、もうポタッポタッたくさんの情報あるけど雫ぐらいでいいんだっていう、あこう名スコアラーが言うセリフです。並木もそうです、ね、じゃあまっすぐとカットとツーシームは球速一緒じゃないですか、うん、だから球速で同じ球種にしてあげる、うん、だから情報が減るわけですよ、はいはい、だから球種多くなったらみんな何を打っていいか分からなくなる。分かりやすい。8球種ぐらい追いかけるんですよ、うん、でもそれが仕事だから彼らの。まあそうだね、彼らにしたら俺はやったぞって正確な情報を上げてるから。そうそうそうか、だからそこが僕は投稿にしちゃってるのはそこだと思うんです。情報型、情報型って当たり前なんです。彼らがやるのはもう最高の仕事なんだけど、うん、これでも多分今までの歴史で投稿打点が打高投点になることってずっとあったじゃない。これまあ未来予想なんですけど、例えばどう思いますか。メジャーはもうなってるじゃないですか。ドジャースなんかどんだけ打つのってぐらい打つじゃないですか、うん、だからそれはそれを整理する方法はアメリカの方が早く気がついたんですよ、僕から言わすと、うん、だからシンプルに考えてるから 打撃が上になってる。球は日本のはるかに球速いですからね、あれ、はい、だからそれが日本ももうすぐそんなじゃないよ。だから楽天がやった並木が整理して選手に伝えたんですよ、うん、なるほどね。その辺はちょっと今ね紐解けましたね。だから整理、やっぱりバッティングコーチの去年までいた人たちの現場の声だから、うん、これみんなそう思ってたと思うんですよ。なんでこんなホームランで、ホームランなんであんな少ないの。やっぱり結局同じこと、同じことです、同じこと。だから振り切れることが少なくなってるんですよね。で例えば打ち取られてどう見てもまっすらとかあったじゃないですか。マスマキさんだってまっすらしたし、斎藤正樹なんか全部まっすら、全部まっすらじゃないで、向けた僕らは大してまっすらに感じてないんですよ、うん、まあ全部こう芯で取られて網の方で僕らがパシャッポソッて、いや、やめなさい
今更ちょっと思い出して落ち込んだんじゃないですか。いや俺じゃないから、ね、俺の時はほら ありましたね、西部時代もありましたね。俺の時はデーブとはもうまず揉めるのはあのサインの交換のことだけだから、ね、そうそうそう、揉めるのは22個ね、サイン違い。いや22個もサイン間違いをするわけがないじゃない。わけありましたね。いや22個、1試合で22個外したっていうのはでもね、これって語呂が良くてデーブの背番号と一緒じゃねえか。そういうことじゃない。だからね、あ、こいつ作り出したなと思ってるから。で飲み屋のちゃんとね、食事の時間は間違わないですもんね。間違わない、うん、ちゃんと門限過ぎてから時間間違わないですよね。そうそう、もう帰る時間もしっかりね決めてね、大体この辺で帰るぞって。そうそう、次の日門限まで走って帰ったんですかね、流れ川から。びっくりしたよな。じゃあちょっと何ごまかしてるんですか。大谷翔平をちょっとまあデーブなりにその紐解いてほしいんだけど、これ今までの日本の選手の、まあ、とんでもない、まあ、松井知ってるじゃない、松井秀喜を。で見てきて大谷翔平、まあデーブなりにな、もうどの凄さみたいな、ちょっと何がすごいのか。僕はもう大谷はちょっと欧米化された骨格だと思うんですよ。欧米化、うん、これあの実際筑波大の先生に教わったんですけど、はい、欧米の選手たちは骨盤がちょっと前向きに入ってるらしいですよ、はい、だから、まあ、アメリカ人とか欧米の人の方の太った人とかちょっとお尻がこう、うん、あ出てますね、上につくじゃないですか、はい、あの特に黒人の選手の、そうですよね、だからお尻がプリッとしてますよね。簡単に言えばスプリント系は黒人の人が強いじゃないですか、はいはい、強いあとはこうついてるらしいんですね。骨格が違うわけだね。骨格が違う、うん、骨盤の入りが違う、はい、で東南アジア系の人はまっすぐついてる、はい、でどうしてもお尻が下につく、うん、お肉が、うん、だからスプリント系では東南アジア系の人はチャンピオンを取れないって僕30年前に聞いてるんですよ。そうですね、取ってないですよね、うん、まあ中国はちょっとね、ちょっと一回金メダル取ってないですよね、オリンピックで取ってない、っていうと日本人がなぜタイミングを大きく足上げて取るかっていうと、飛ばしたいもんね、はい、この骨盤がこう入ってる人たちっていうのは蹴り足がもう自然にあるらしいです、うん、日本人はこう入ってるから顎を引くとか何か一つ作業を入れなきゃいけないらしいです、うん、蹴り足を作るの、うん、だから外国人はよくノーステップで昔の選手も打ったじゃないですか、うんうん、タイミングちっちゃく、うん、あれは蹴り足があるから足なんか上げなくてもバーンって打った時にはこう反動でバーンって打つのは力持っちゃってるらしいです、うん、医学的に、うん、だから日本人はどうしても一生懸命こう足上げる、大海津がこんな上げてっていうと東南アジア系の人は足を上げるとかって大きく体を100乗せた、100移したって打つわけですよ。だリスクもそうですよ、はい、大谷も最初足上げて打ってたんですよ、はい、ところがもうほとんどノーステップですよ、まあ、右足だけぶつかってバーンって打つ、ね、はい、この作業だけで打てるっていうのは俺レントゲンみたいなと思って、レントゲン大谷選手の骨盤の入り方を、あ、見たいと、ああ、だからそれがやっぱその欧米化される時代に食事だとか、まあ僕らが足短いのはもう正座して食ったのがもう時代でだからですってね、うん、今の子たち足長くなってきてるのがテーブルでブラ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 しながら、ああなるほどね、アメリカにワイン行った時にもう165センチぐらいの左ピッチャーいたんですよ、うん、で僕よりもちろん15センチぐらい低いピッチャーなのに、うん、ベンチに座って後ろにカチャンカチャン当たんですよ、こう、うん、こう足ブラブラやるとスパイクが、うん、これ当たんないんですよ、うん、ってことはここが長いわけですよ、ちっちゃい人なのに、はいはいはい、だからここから先は長いんですよね。まあでもそのやっぱりでもこうトレーニングも含めてあそこまで野球にだけ打ち込んでいけるそのメンタルもすごいよね。そうで、あのエンジェルスのタク・カモさんっていう今でもこうスカウトやってる方がいるんですけど、はいはい、うん、聞くとやっぱアメリカで成功するのはまずはその食事が合うかどうか、アメリカで暮らせるだけの食事、はいはいはい、何でも食べれることらしいです。で次は言葉が喋れるか、ええ、最後は差別に耐えれるか、うん、この3つをクリアしなきゃいけないっていうのは今年も言ってたんですよ、うん、で大谷、僕らも若い時アメリカ行ったから今でもそこそこ英語喋れちゃうんですよね。そうそう、デーブはそうなんですよ、若い頃は言ってるんで、はあ、だからあのデーブってつけてるんだからね。そうアメリカ行った時、うん、そうだね、うん、広本が言いにくいからデブだからデブってそれはどうなのなんて。えでもデブだからっていうそのデブは日本語だけだね。そうです、だからまあ昔ブリヂストンにボール頼んだ時、うん、デブってスペル入れてもらえますかっつってネーム
オンネーム、大丈夫です、スペルわかります、大丈夫です、DBU デブで来たっすか10ダース、120個いや、あの、E になっちゃったんだよ、 DA ですけど、DAVE だからでも、もともとやっぱりでもアメリカに憧れつけあったってことだよねないの留学したり、いやいや、なかったっす、あれ、行かされたんすから、いやいや、俺は水戸から出てきたら、ほら、アメリカに憧れるじゃん、やっぱりないでしょ、もう水戸はもう僕の中で、なかったの、あ、USA だと思ってるの、あ、マサチューセッツ州ですもんでも、そういう意味では、もう、大谷、じゃあ、ね、食事合うのかって言って、食事全然、だって、パスタとかにも、なんか塩で食ったりとか、なんだっけ、ご、なんかすごいんだよね、飯ね。チキンも全部、あの、サウザンアイランドですか、あの、イタリアンですかとか、そういうことじゃないらしいじゃないですか。書けないんですよ、それ。あの、村田昇吉いるじゃないですか。はい、村田ね。はい、まあ、村田コーチね。コーチ。はい、うん、昇吉がびっくりしたのは WBC の合宿とかやってた時に、本当に寝るだけ寝てるみたいで、こんな頭で食事会場来て、弁当2つ持ってっていいですかねっつって、2つ持って部屋帰ってくる。だから雑食なんですよ。食べれればいいんですよ、あの人は。あ、だから食にその対するあれがないんだよね。僕らご飯がなきゃダメだとか。納豆がないとダメだとか、納豆、まあ、納豆無理やり出したんですよね、うん、水戸だけに、うん、バカにして、いやもう頼ろうなんて、いやもうデブの送ってくれる納豆はね、美味しくてね、美味しくて、まあまあそれがないんでしょうね、うん、でもさっき出てこなかった結局その素養の条件として俺鈍感力っていう、あ、でも余分なことにそんなに気にしない、打席入る前の相手ベンチにこう挨拶して、はいはい、あれもちゃんと教わってんだよね、ね、うん、それが普通にルーティンっていうか、まあ普通にできるじゃないですか、はい、だからもうちょっと、まあ、別人ですよ、だから欧米カーですね、うん、まあでも嬉しいじゃん、まあ、デブも同じ思いをしてアメリカに渡った人が何十年後にこんなやつが出てくると思わないよね、いやいや、 1A でもヒット1本打つのにどんだけ大変かと思ったのに、うん、なんかたまに4タコ食らったらニュースで調子悪いってすごいで最初のスタートした時も得点圏打率が低いとか絶対打つでしょって今、うん、今打つんですよって、ね、じゃあ最後にこのチャンネル最後にまあデブ大久保が1年間戦ってきて12年まあ12球団あります、はい、ネクスト大リーガー誰行きそうだこいつ面白いと思うよ向こう行ったらピッチャーでもバッターでもいいんですよその何人か挙げてもらってうん、俺はね、あれジャイアンツのイオリ、イオリ、ま、あか、あ、山崎イオリ、イオリ、うん、あれはチャンスありますね。イオリの天然な空気と、うん、まあアメリカで馴染むその大谷みたいな空気と、うん、イオリのあのフォーク、うん、質のいいまっすぐ、うん、今年過ぎてもあと1、2年。日本でやったらイオリは通じますね。ああ、まあでもすごく変わってきたよね。肘やった時はこういう抜け玉が多かったけど、今本当構えたところしかいかないもんね。そう。でも、まあ、あのね、空気がいいです。あの子の、もう本当にちゃんとこう天真爛漫。そう、体勢とかはめちゃくちゃ良すぎる性格が。ああ。もう必ず体勢とか赤星とかは立ち止まって挨拶するんですよ。はい。もう俺拝みたくなって拝みましたもんお前ら必ず服が来るよって、うん、でもそれって大切なことだけどそこまで気使ったら疲れると思うんですよあだからその鈍感力に通じる方があるそうそうだからよりはその挨拶しないわけじゃないんだけどちゃんとするんだけど、うん、さよならみたいなだからもうピッチャーですね今メジャーでやれるのはでやっぱ岡本和真も生かしてあげたいけどそれはもうまあ、岡本和真クラスが最低ラインですよメジャーの選手僕はアメリカ行ってたけどだよね、まあ、あのクラスが普通ですだ普通に何かプラスになるかっていうと日本で今インコースが弱いとかっていうのを克服したら、うん、インコースカーンみたいにこうフェードボールってホームラン打つような技術を得たらできるけど分かりましたということで、まあ、現場から見たそのプロ野球今後も含めてちょっとね、まあ、9割は違う話でしたそうですかうん勉強になりましたそうそうそう、うん、今度俺違うところにまたいろんな話しちゃおうそうですかということで今日はありがとうございましたありがとうございました